釣り革をまるで命綱みたいに強く握ってあーちゃんが立っている。誰かの自慢めいた近況をチェックする気にもなれず、かといって窓ガラスに映った疲れた自分を見るのも嫌で、あーちゃんはじっと目をつむっている。力を入れすぎて真っ赤になった右手を左手に変え、また右手に持ち替えて、そのうち両手で釣り革を握る。あーちゃんの降りる駅はまだまだ遠い。どうしたの？元気だよ、全然元気。とあーちゃんは嘘を言う。今日だってたっぷり課長に叱られたのに。お父さんと兄さんは？ああ元気だな、二人とも会長だ。ってお父さんも嘘。豆に報告。会社で上司に怒鳴られたし、猫のみーさんは老齢でこのところずっと寝たきり。たまたま仕事で近くまで来たんだけどね、久しぶりに飯でもどうかなって。あ、ごめん、今日まだ会社なんだ。あーちゃんはもう親との食事が嬉しい年齢じゃないみたい。にんじんさん、さくらんぼさん、しいたけさん、あーや、ご飯だよ。わーい。何をしていても何を見てもあなたはいつも嬉しそうにしている女の子だった。走ること、食べること、喋ること、歌うこと、全部喜びにあふれていた。だんだんお母さんの仕事が忙しくなって、お父さんと二人だけで過ごすことが多くなった。寂しそうなあなたのためにお父さんがミーさんを連れてきたのはその頃。二人はすぐに親友に。やがて制服を着る年齢になって、だんだん喜びの多くは家族の外からやってくるようになった。父の存在は次第に小さくなり、しまいにはその平凡さをあなたは軽蔑すらしてしまうようになる。お父さんにとってはそれさえも娘の成長として喜びではあったけれど、でも同時にどれほどの寂しさを父に与えたかあなたは想像もしない。就職をきっかけに家を出て念願の一人暮らしをあなたは始め、そして今一人でやっていくのだとあなたは必死だ。私はもう随分おばあちゃんになってしまったけれど、そういうあなたたちの時間すべてを覚えている。叶うことならば最後にもう一度だけあなたに会いたかったのだけれど。お父さん、もう何なのよ。え、嘘。大丈夫。お母さんも体に気をつけてね。じゃあ。お父さんさ、他の人間の誰が死んだってこんなに悲しくはならないと思う。こういうのっておかしいか？おかしくないよ。兄さんは家族だったもん。きっとこぼれた涙。あなたたちが忘れてしまったことはたくさんある。お父さんがあーちゃんを守らなきゃって誓ったあの日、あーちゃんはこう決心したの。私がお父さんを守らなきゃって。友達と親の悪口で盛り上がっちゃった日の夜、罪悪感で